ようございます、今回はですね、クリスマスプレゼントを自分で買ってしまったという話なんですけど誰もプレゼントしてくれないから自分で買いました。あのヤフオクでめちゃめちゃね安く出たんですよ。前からねバッカスの青いジャズベが欲しい、青くて木目のいいジャズベが欲しいとずっと思ってました。で買いました、ついに。いや安かった。定価9万のところがなんか3万8000円くらいですね、送料込みで。めっちゃ安かったね、いいね。バッカス WL434SFMALD ブルーオイルフィニッシュ、よろしく、yeah. そんなこんなでですね、なんでこの動画をわざわざ撮るのかっていうと、まあもちろんこの自分のね買ったこう見た目かっこいいっしょみたいな、ベースを見た目かっこいいっしょって言いたいだけのでもあるんですけど、実はですね、今聞いてもらったのでわかるかな、なんかこもった感じしませんでしたね。なんかジャズベってもっとカラッとかパキパキみたいな音がするような気がすると皆さん思ってると思うんですけど、で実はこれ今サンズアンプの、V2 ですね、現行品のサンズアンプを通して、で EQ は完全にフラットな状態でちょっとブレンド上げてるくらいですね。で普通のジャズベだったら結構、まあ、この設定のバキバキになるんですけど、なんかこのベースモコッとしてましたよね。そうなんです、このベースですね、弾いてみて分かったんですけど、やたらと低音がやばいんですよ。ハイがこもってるというよりは低音がめっちゃ出てて、なんかハイの出口を、ね、広域の出口を塞いでるみたいなイメージかな。まあでも全体的にちょっと中域に寄ってますね、出音としてね。でその原因として考えられるものが、僕はちょっと自分の体験談とかこう経験談でこう一つあって、それはですね、こちらに使われてる指板材、リッチライトっていうね、指板材なんですけど、これ最近ねエボニーっていうね黒炭の、まあ、代替材として流行ってきているね、ネックなんですけども、まあ、このネックのね材質が、再生紙をねなんか利用してなんか押し固めてかなんかで、で作ったその木材というか指板材らしいんですよね。でリッチライトっていう会社が作ってるからリッチライトって名前らしいです。面白いですよね。でその音響特性が非常にそのエボニー黒炭に似ているって話になって、じゃあなんでそのエボニーっぽいリッチライトを使ってるからこんな低音出るのとか言ってんのお前みたいな、何言ってんのお前って思うかもしれないんですけど、いや実はですね、ちょっとこの動画をいつ投稿するかまだ決まってないので、前か後かになるか分かんないんですけど、僕がですねよく仲良くさせてもらってるですね、ディフフコンパニオンってバンドのねベーシストチュールがですねメインで使ってるムーンっていうメーカーの、ジャズベースがあるんですけど、あいつもですね低音がえぐい出るんですよ。低音の倍音っていうのかな、まあとにかく低音が出てて、それこそこうスラップとかやってもちょっとモコッとするくらいな音響特性なんだよなっていう、それはね経験で ちょっと弾かしてもらったりこう音を聞いた経験で知ってたんですけど、でそいつもリッチライトじゃなくてエボニー指板なんですよ、本物ね。あっちは本物だけどね、まあジャパンヴィンテージと言われるようなね、こう80年代あたりのなんかムーンのジャズベースねらしいんだけど、それとねすごい似た雰囲気を感じたんですよ、この低域の出方に。ちょっとびっくりしたね。だエボニー、まあ、全部じゃないんだろうけど、エボニー指板を使ってるのって、なんかもっとカチカチ系、カタカタ系の音なのかなと思ったんだけど、意外や意外、低音の出方がえぐいなっていう特徴があって、まあ、ちょっとね、これ面白いなっていうんで、ちょっと動画を撮らせてもらってるって感じですね。いや、なんか僕はちょっとバッカスのジャズベ、完全に見た目で買ったので、なんかそんなにね、ちょっとサブの環境で、まあこれは使おうかなって感じなんで、まあこの動画以降そんな出てくることはないのかなって感じなんですけど、この動画にはね。まあでもサブの環境ではガンガン弾いてるような感じではあるんですけど、まあ言うて、そんなに期待はしてなかったんですよね。いやいや言うて、いやお前低域がどんだけ出るか知らんけど、どんだけ出るんじゃいみたいな話じゃないですか。ちょっとですね、ここにですね。まあ僕のね、大好きなメーカー、プライテックの、ジャズベースがあるので、ちょっとねこれと弾き比べをしてみたいなと思います。こっちプレイテックですね。
まあ、いわゆるジャズベっぽい音ですよね。僕はなんかまあこういう感じだろうなってジャズベの印象ではあったんですけど、じゃあバッカスの方をねこれで聞いてみたいと思います。わかりますかね、ハイのバキバキっとしたジャズベっぽい感じのあの音はないんですけど、その代わりこう低音とか中域めっちゃ出てるなっていう気にしませんか。いやこれね、いやお前言うてやお前プレイテックやないかいみたいなねプレイテックやないかいみたいなこう声も聞こえると思うんですよ。わかりました。うちね安ベースしか基本ないんですけど、ちょっと持ってきますわ、ちょっと持ってきます。わかりました。はい、これね、バッカスのジャズベですね。まあ、バッカスのユニバースシリーズはあるんですけど、まあ、一番お安いジャズベですけど、まあ、ちょっとジャズベースということで、まあ、どんな音がするんでしょうか。ちょっとだけ見ましょう。はい。はい、ちょっとねカチカチうるさくてごめんなさいなんだけど、まあこれもでもジャズベっぽい音しますよね。ね、結構バキバキっとした感じで、そのさっきのもう一個のバッカスのね、さっきの青いベースの方が、まあ、明らかにこう低音とかがしっかり出てるなんて印象があると思います。なんだって、もう言うてもユニバースシリーズやねかい、一番安いやつじゃねかいっていうね。わかるわかるわね。そうですよね。わかりました。ちょっと他のメーカーでね、まあ、ちょっと今んとこちょっともうじゃあもう一個用意します。うん、ちょっとジャズベじゃないけど用意します。はい、ね、アイバニーズのね、ちょっと名前忘れちゃった、なんか、アクティブのシリーズのやつの、まあ、安めのやつだけど、こう、ツーハムで、コイルタップもできて、ちょっとシングルっぽくできて、ジャズベっぽくできるやつ、ということでですね、ちょっとこれでも弾いてみたいと思います。はい。はい、いかがでしょうかね。まあちょっとね、アクティブってこともあってパワーもあるよっていう感じではあって、結構これもしっかり低音出てるなって感じはするんだけど、でもやっぱ青いの負けてないっすよね。うん、いい感じの音出てるなと僕は感じるんですけど、皆さんいかがでしょうかね。はい、まあロゴはないんだけどね、こうカラザースギターズっていうね、メーカーのですね、OPB モデルですね。
オリジナルプレシジョンベースモデルっていうのを、やってきます。まあこれ多分ね、確かね、定価50万くらいで、そのオーダーをしたって言ってて、前のオーナーの人が。で、まあ僕はまあ20何万で買ったんで、まあそこそこいいやつ。っていうか、青いやつより全然いいやつです。青いやつは定価9万なんで、これ定価で言ったらまあ50万くらいオーダー品なんで、まあ、質としては圧倒的にいいはずです。はい。まあただちょっとプレベだからね、ちょっと許してねって感じなんだけど、じゃあちょっと早速弾いていきたいと思います。はい、まあね、ちょっとそもそもピックアップの出力が低い、こうヴィンテージライクな仕様なので、ちょっともうパワー感とかそういう意味ではちょっと全然なんか趣が違うなって感じなんですけど、これね、ベースとしては非常にバランスがいいです。使いやすい。今完全ほぼドライ音でやってるから、あんまりラインで聞いた時にこう微妙かもわからんけど、アンプ通すとねすごく使い勝手がいいって感じなんですよね。なんかめっちゃフォローしてるけどね。いや、僕はこれメインですかね。僕一番気に入ってこれ使ってますからね。はい。ただやっぱりこの青いのの低音えぐくないっていうのは、うん、やっぱりそういう音を目指して作られてるんだなっていう感じがしました。はい、改めて青いの、バランスがすごくいいなって感じです。なんかオールジャンル使えそうな感じ。低音の出方とかね、やっぱ気持ちいいし、ミドルもすごい出てて、ちょっとなんだろう、ジャズベだけどプレベライクな印象ってなんか言えば伝わるとこあります。なんか言いたいことわかります。なんか汲み取ってもらえるとすげえ嬉しいんですけど、こういうね、ある意味ジャズベっぽくないんですよ。なのでちょっとそのバキバキっとした音が好きな人には多分向いてない可能性が高いです。だちょっと今サンズアンプの方をちょっと上げて、ブレンド上げて、今これドライ音ね。ブレンド真ん中くらいまで来ました。これでもやっぱこう低音の感じはねすごい出てますよね、気持ちいい。でじゃあここにプレゼンスをちょっと上げていきます。トレブルもちょっと上げていきます。これでもね結構低音の強さとか残るんですよね。なのでちょっとここでベースをちょっと弾いてみます。ベースの 80Hz あたりをこうでちょっとグイッと下げてみますね。
のミドルもちょっと下げてみます。ミドルもちょっと下げて、どうすかね。いわゆるジャズベっぽくなったかな。まあ、それでもね、本当にギラギラっとした部分あんま出てないのかなって感じはします。やっぱなんだろうな、いい意味でこのジャズベのギラギラっとした感じはあえて出さずに、やっぱ低域とか中域にフォーカスした音になってます。なってるね。これはもう狙って作ってるというか、うん、こういう音にしたいなと思ってやってる感じが見えました。やはりそうだ。はい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 、なるほどね。こういうのもありか。うん。こういったね、こうジャズベースだけど、こう低域がすごい抜けてくるやつ、低域の出方がえぐいやつっていうのはですね、こうバンドアンサンブルの中では非常に使いやすいです。結構僕ね、ベースとか安ギターで、セッションとかね、持ってって、ちょっとセッションっていうか、バンドサークルみたいなところに行って、弾いたりするんですけど、やっぱね、低音が足んないな、うん、ベースらしい低音がなくて、ちょっと細く聞こえちゃうねっていう瞬間がすごいあります。まあもちろん僕の弾き方とかも多少ね、全然あるんでしょうけど、まあそれを差し引いたとしても、もっと抜ける音を簡単に出すにはっていうのを考えたときに、やっぱちょっと限界があるなって瞬間は感じてて、で、こういった中低域、中域低域にフォーカスをしたベースっていうのはですね、そういった意味ではすごくこう芯のあるローっていうんですかね、まとまりのある太いローみたいなのがバーンってバンドの中でも前に出てくれるので、多分めちゃめちゃ抜ける音になってるんじゃないかと思います。ただこう演奏してみたとかでね、使うようなギラギラバキバキペキペキボキボキパキパキ、ね、プリンプリンみたいなやつは多分ちょっと印象は変わるかなっていう感じですね。うん。だからもし同じこうバッカスってメーカーで似たような形とか色でもっとパキパキっとした音が欲しいなって人は、多分アッシュ材、アッシュボディの、メープルシバンっていうタイプのを使った方がパキパキっとした音にはなるんじゃないかなと思います。だからちょっと僕は今回これもう完全見た目で買ったんで、意図せずしてね、こういったものを手に入って、最初もっとジャズベっぽいパキパキした音でいこうかなっていうふうに思ってたんだけど、使ってみたら意外とやっぱこの低域の出方とかがすごいかっこいいので、まあ僕はもうこれはこれで使っていこうかなと思いました。まあそんな感じでね、こうなんか指板がこうベースに及ぼす影響というかね、そういうのも結構あるんじゃないのかなって思ってた時に、こうリッチライト指板ってどんなんだよっていうのをね、僕も思ってたんで、ちょっと参考になればなと思います。まあ、絶対とは言わないです。もちろんサンプル、僕の中でサンプルが2本しかないので、うん、なんか絶対そうだよとは言わないんだけど、そういった感想を持ってる方のレビューとかもちょっと見たので、まあ、やっぱ近いんじゃないかな。うん。当たらからずも、遠からずやで、みたいな。まあ、例えば、まあ、僕はアンペグをね、よく使っている時とか、ウルトラハイとかあるじゃないですか、ボタンで。そういうのをこれではオンにしても結構いい意味でうるさくならないからね、ハイの抜けがすごい追加されるような、元々のローの太さにプラスしてこうハイのギラギラっとした部分がきっと足されていい感じになるんだろうなっていうね、そうやって他のもので補正してあげることでこう幅広い音作りも全然可能なモデルだと思います。だからもうローはね、場合によっては本当削るくらいでいいんじゃないかなっていう、面白いですね。なんかこういう使い方もあるんだなってちょっと参考になった一本でした。まあそんな感じでちょっとみんなとね、情報をシェアしたくて、またまたまね、今日はプレゼントでね、自分へのクリスマスプレゼントで買ったベースが、思った方向じゃない方向で、でもいい音がしてるし、なんか見た目も最高だから、ちょっと今後サブの環境で使っていきたいな、この動画に出るのは最後だけどね、とかそんな感じで、ぶつけた、早速ぶつけた、へこむ。そんな感じでですね、また、なんか面白い楽器とかね、新しい楽器とかなんか買ったりことは、なんかいろいろレビューしてみたいとか、なんかいろいろやってみます。はい。普段はね、こう安楽器とかね、レビューをしたりとか、あとまあ友達とね、エフェクターのレビューとかなんか、こうスタジオでちょっといろいろものを試してみたりとか、
あとこうバンドカバーミュージックビデオを撮ったりとか、バンドカバー一人バンドカバーとかやってみたりとかですね。まああと雑談、ただのまあこう音楽関係のね、まあ雑談動画みたいなのもこう上げたりしてるんで、まあよかったらまたね、他の動画もチェックしてみてください。まあ今日はこんな感じでですね、ではまたですね、次回の動画でお会いしましょう。本当にありがとうございました。また見てください。どうも。